はい、メッチチャンネルです。メッチ湘南美容クリニックで、あのシミ取りですね、本日できました。この前言った時は、あれですね、カウンセリング、まず先生に話を聞かないといけないという形で行って、今回施術っていうのかな、してきました。その結果をちょっと報告したいと思います。まずピーリングですね。ピーリングした方がいいって書いてあるんですよ。ピーリングですね。ピーリングの後に、フォト RF をやった方がいいって言われたんで、まずピーリングした感想ですね。感想はまず薬剤を顔に塗られたんですよ。こう塗っていって、で、全体塗りますね。塗って5分間マッサージをしますって言われてますよ。マッサージって思ってこう揉まれていきましたね。こうゆっくり、ピリピリするとこございませんかって言って、いや大丈夫やけど話したぐらいがちょっとピリピリしてるかなと思ったんですよ。だんだんピリピリしだしたんですよ。わわわ、ちょっと話しさが微妙にピリピリしてますねとは伝えましたね。で5分ぐらいで終わったんですよね、こうマッサージされて、で、あと拭き取られて、これでピーリングで終わりなんですかって言いましたが、いや、これで終わりですと。ピーリングってこんなもんで終わるんやっていうのが感想っすね、僕の思った感想っすね。こんなんで終わりなんやって。で、そこから今からレーザー当てていきますと、フォト RF ですね。で、その時にジェル塗られましたね。ジェルバーって塗られて、で、いきますねって感じで、パシッパシッパシッって感じの、なんか当てられるんですよね。で、一発目パシッ、大丈夫ですかって、もう大丈夫って言ってたんですけど、結構きますね。突き抜ける感じで、って感じで、そこまでは僕はそこまでヒゲは濃くないんで大丈夫なんですけど、黒に反応するらしくて、って感じをずっとこう順番に丁寧に、で、皮が薄い部分、目の下とかあそこへが、って感じだったんですけど、我慢って感じでずっとやってましたね。ずっとこう順番にやりましたね。本当にあれ結構僕痛み強いんですけど、いや結構来るなっていう感想っすね。今ちょっと写真も今パッて載せるんですけど、これがやる前ですね。で、これがやった後ですねっていう感じになってるんですよ。ちょっと赤いというか、やっぱ終わった後は結構ヒリヒリしましたね。いや、これでシミが取れるんやったらいいなって、でもこことここは効いてますよとは言われましたね。他の根が深い部分はまだちょっと回数、こと RF に関しては5回ですかね、月1はいけるって言ってましたね。1ヶ月に一遍置いては大丈夫とは言われました。あ、そうなんやって、それやったらもう目立つところは一発でバーンとレーザーのやつ、もうやってもいいかなと思いましたね。本当に約1時間も経たんぐらいでこの2つこと RF ピーリングは終わったんですね。やってどう変わるんかなと思いますね。痛かったけど効果があれば、これは回数ね、月1で重ねていったらどう変わるのか、それは見たいんですけど、僕も そこまで金持ちではないんで、年1でもいいかなっていう感じですね。で、それよりもっと一発一発ここの部分だけやってくださいっていうやつはシール貼らなあかんって言ってたんで、やっぱそれもちょっと
ね、仕事に差し支え、なんであそこ怪我したのっていう、でもっと若手医者やったら、いや絶対染み取りしちゃうのっていう分かる人もいてると思う。だからフォト RF に関してはもう何もしなくていい、そのままいけるって感じで、あ、これはこれでいいなとは思いましたね。で、そっからもう今10時間ぐらい経ってるんですかね、やってから今全然痛くもないし、あの普通の状態に戻ったって感じですね。あ、これ個人差はもちろんあるんですけど、今は別に普通ですね。だからまた経過の、あのね、写真もまた公開しますんで、あのその時に見てください。でそれが良かったら2回目3回目ってちょっと続けたいなって、これでちょっとね、アンチエイジングなるんやったらもう絶対いいと思うんで、まだちょっとおすすめとは言わないんですけど、この経過を見て、あのおすすめできるならおすすめしたいと思います。めっちゃ熱車、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。めっちゃ熱車。